上山市では特産の干し柿作りが最盛期を迎えています。この季節の風物詩になっている鮮やかなオレンジ色のカーテンができています。時折吹く冷たい風でこのカーテンがゆらゆらと揺れて柿の甘い香りもほんのりと漂ってきます。上山市相生地区の須田製菓園では先月下旬に干し柿作りが始まりました。こちらでは主に上山市特産で高い糖度と強い渋みが特徴の紅柿を使用していて、機械で皮を剥いた後一つ一つ紐にくくりつけおよそ2週間天日干しに。朝晩の寒暖差が大きいこの時期に寒風にさらすことで渋みが抜け甘みが増すということです。今年は春先の霜被害で上山市内の柿の収穫量は例年より4割ほど減少する見込みです。夏の記録的な猛暑と雨不足の影響も懸念されましたが、水やりなどの対策を行ったことで例年より大玉の傾向となり糖度も十分だということです。ここの紅柿っていうのは大変珍しい品種になっていて、全国でもここにしかない柿になっております。なのでそのとっても甘い特徴のある紅柿を全国の皆さんの方にお届けして、冬の美味しい天然のスイーツを味わっていただきたいと思っております。須田製菓園ではおよそ18万個の生産を見込んでいて、来月上旬から全国に出荷されます。